まあ、実は今日光市は今日の11時に災害対策本部を立ち上げました、というのは、まあ、昨日も私道路維持課に昼間ちょっと見に行ったんですけど、まあ、若い職員の皆さんが、要徹して対応に当たってましたね。で課長さん部長さんも来たいんだけど車で来らんないんですっていう現状で、まあ、目を赤くしながら一生懸命頑張ってる様子でした。この雪に対応するだけの機会がこの地域にはないんですよね。ないんです。それともう一つは、まあ、実は今ものすごく心配していて、なんとかなってほしいなと思ってるんですけど、沖縄で、加入の社長家族が車に閉じ込められて2日前から今救助を待ってます。で今から3時間前に夫婦口の駐車場にロータリー車が行きましてね、追っかけもう1台保険でかけて多分もう少しでたどり着くんじゃないかなと思ってますけども、そういう状況です。で足尾は二足トンネルを抜けてコンビニから先が昨夜からずっと停電状況になってまして、まあ、灯油も現場に届かないというものすごく危機的な状況です。まあ、本当の災害の危機というのは火事場の時にどうできるかなんですよね。火事場の時にどうするか、まあ、そういうのも常に念頭に置きながら市の災害対策というのは危機管理というのは日頃からやっていかなくちゃならんというふうにまずは思ってますし、まあ、無事の救出と早期の復旧を願いているというのが今の現状です。報告が、それから、まあ、実はこの箱が少し遅れまして出遅れた感は否めません。ただし私はこれから十分皆さんと一緒に戦いに臨むにあたって気を引き締めてやっていく、まあ、そのことによって必ず当選の意を勝ち取れるというふうに信じて、今日から明日からまた新たに一生懸命歩いていくつもりです。どうぞよろしくお願いいたします。なかなか皆さんの前でゆっくりとお話をする機会がないもんですから、一つちょっと皆さんに共通認識として、ご認識をいただきたい話があります。このキャッチフレーズに市政に民の風をというふうに書きました。まあ、実はこれはもうだいぶ前から考えてまして、私の今の日光市の市政を見た時の今の日光市政に必要なものは何かというふうに突き詰めていった時に出てきた言葉なんです。民の風。まあ、皆さんご存知のように長らく旧今市レベルで言いますと22年間、行政出身の市長がずっと続いてきました。まあ、そういう、まあ、安定している時にはそれもいいんです。それから市町村が合併をすると今から8年前はやはり安定した行政手腕が必要であるということで私も現職を応援をしました。旧今市の時ですね。その通り合併には導いてくれました。そのやってきた評価と業績というのは私も評価はしています。まあ、ただいかんせんやっぱり22年という長きにわたるといろんな赤が役所の中にどん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 溜まってきているのが現状なんです。今三好先輩から先ほどの防災無線の話が出ましたね。これが一番分かりやすい話なんでちょっとお話をしますと、実は昨日ある市のよく市のことをよく分かっている職員の人と話をしました。でこの防災行政無線というのはどういうことかというと16億先ほど皆さん5000万って言いましたが実は4000万ですね。ちょっと線足しちゃいましたね皆さん。16億4000万をかけて皆さんのところに各個に防災行政無線の受信機を全部置こうという話。これに6億5000万かけるんですね。16億の10で、まあ、このように大雪が降った時に三好さんがおっしゃっているのはなんぼその無線機があってもどうにもならないだろうという、そこにそこがそんだけお金をかけて何の意味があるんだというところなんです。でそのお金は国交補助も県の補助もないですから結局はその市民の皆さんのお金で6億5000万を使うんですね。でそれを僕はその総務常任会ですけども部長さん課長さんが常任委員会に上程をしてきたわけです。今度の2月の定例会に予算計上したいんだけどもいかがなもんでしょうかねということで常任委員会に上程をしてきたところ、多くの議員の皆さんから反対が起きたって取り下げたんです。でこれをこの中身の話をしますとね、実はそのことをいいと思ってるのは市長と副市長2人だけなんです。よくよく話を聞くと部長以下の皆さんは疑心暗鬼の中に本当にこれ予算化しちゃっていいのかなっていうふうに
思いながら、おそらくこれをやっちゃうと後から借金が残って大変なことになるよな。私は常任会ではもう少しよくよく市民の皆さんにも説明をして熟慮してから再度参加をしていった方がいいですよと、根底例会にはあげない方がいいでしょうということで常任会で意見を言いました。それが今の役所の中の温度なんです。どういうことかというと、部長さんも課長さんも辞めた方がいいと思ってるのに言えないんです。言えないんですよ。これが現実。そういうことによって結果的に不利益を被るのは誰かといったら皆さんです。ですからこの民の風というのは、私も民間人ですけども、民間人の人がどん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 役所の中に入っていって、それで今の役所をどん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 活性化をしていく、自由に意見を言い合える環境を作っていくんです。市長これまずいでしょ、やめようと、そうかって、なんでまずいんだ、いやこうこうこうでこうだからやめた方がいいですよと、そうか、じゃあもう一回よく考えてみようか、こういう会話が市役所の中にないと、どん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 無駄なところに税金が使われちゃうんですね。本来使わなくちゃならないところに税金が使われていく。これをやっていったら結果的には皆さんの老後と、それから子どもたちが未来に子供を育てる頃に、さあ日光市はどうなってるかということになるんです。そこを今回の選挙はよくよく皆さんにも考えてほしいと思います。マニフェスト選挙というのは光と影がございまして、受かりたいと思うと予算ばらまきます。まあ、どこぞの政権のなんとか手当を思い出してもらうと一緒です。今回も医療費を高校生まで上げようとしてますね。高校生まで。でもこれって実は高校生はあんまり病院にかからないんで、財政出動は1000万円ぐらいなんです。1000万円だから、ここは1000万だからいいやと思うか、いやいやそこまでは必要ないだろうと、1000万は他に使うところもあるじゃないかっていうのが私の意見です。私の意見です。合わせて今の日光市の財政はそこまでやってるゆとりはないはずです。少しお金の話をします。日光市の現在の借金は500億円です。これは平成25年度末の試算。昨日一昨日の新聞に載りましたけども、その借金が540、来年度末で550億円近くなる予定なんですね。ただこれはですね、原資性をかばうわけじゃありませんけども、実は合併特例債というのをどん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 発行して、今ゴミ焼却場を作ったり学校を作ったりしてます。でそれは一旦は借金で出すようなんですね。だから一時合併特例債をどんどん使って箱物を整備していこうと思うと、借金はどん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 増えていっちゃうんです。で500億と言いながらも、その500億のうちのいくらかは、例えば100億円合併特例債を使うと、残りの70億円は後から次の年翌年翌年で返してくれるんです、国から補填されて。ですから真水の借金が500億あるかというとそうじゃない部分もある。ただ現行500億円あることは事実です。では隣の鹿沼市はどうかというと、借金は300億円に行ってません。300億円ないんですかね。で、職員の数も適正人数、財政力も高い。日光市はどうかというと、職員の数はどうしても広いからいっぱいかかる、行政コストはものすごくかかる。132億円の皆さんからいただく真水の税金が、だいたい77億円が人件費で出てます。そういう状況なんですね。でそういう状況の市長さんが、日光市の子育て支援サービス、福祉サービスは県内一です豪語するんですね。さあ、じゃあそれいつまで続けられるかなっていうことです。隣の鹿沼市は、子ども医療費は今年の4月から初めて3歳から未就学児まで上げます。今の日光市はもう2年前からどん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 上げてきて、今は中学生までたぶんです。来年は高校生までやろうとしています。たぶん佐藤新市長は、そのお金がない市町村が子育て支援と全くして競っていくと、結果的にはどういうことになるかというのをよく分かってるんですね。ですから全国市長会とかそういうところで足並みを揃えて、国に陳情して、なるだけ子育て支援や福祉対策に関しては国が責任を持って、基本的なことを持っているように、みんなで声を出して、国にもお金がない市町村がどん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 競争していると、その慣れの負けがどこに行くか考えなくちゃならないというのが佐藤新市長です。現実ですね。一方で鹿沼市の方ではですよ、ちょっとケチで金の使いが足んないからダメだって言ってる人もいるみたいです。極端ですね、日光市とは。ですから私はその今はかといって中学生までの医療をやめるとは言ってます。福祉サービスも続けたいと思ってます。でもそれを続けるためには、少しでも長く続けるためには、今は姿勢を刷新をして、民の風を注いで、しっかりと議論ができる役所を作って、
財政コストを下げていかなくてはならないというのが私の主張です。一つお金の感覚で分かりやすい話をします。政策のリーフレットの中に市長の給料 10% 削減というのを僕は書きました。退職金は1800万円、これはよく中で議論してほしいと思ってますけども3割カットと出しました。市長の給料なぜ1割削減したするって出したかというと、決して私は票が欲しくて言ってるわけではなくて、今の日光市の実力にしたら市長の給料は1割高いですと思う。給料は96万円1年間で1530万円です。それは今の日光市の市長の給料です。じゃあ日光市の財政はどうなのかなっていうふうに考えますとね、県内で那須から狭からの上です。下から2番ですね。栃木県は全国レベルで見ると財政が高い方なんですね。その中で右から2番ということは大体全国で見ると真ん中です。平均です。今の日光市の財政力、よく宇都宮と日光市同じ規模では考えられませんので、類似団体というので2の1というグループに日光市は入っています。そのグループは195自治体が同じグループに入っているんですね。でその中で日光市の財政力はどうか、財政力指数というのがありますし、経常収支比率とか一概には一つの数字だけでは日光市の財政は測りませんけども、私の見る限りはおおむねその195自治体の中で真ん中よりちょっと下の実力です。じゃあそういう状況で日光市の市長の給料はいくらかというと、上から8番目です。195自治体なので上から8番目が市長の給料、ここ順番ですね。さあこれをどう見るかです。民間の会社で言えば経理士の先生もしくは銀行から、社長の給料ちょっと1割高い分だけ赤字になってるよというのが今の市長の給料なんです。財政力に見合った給料に設定するとすると、1割下げるべきでしょうと。で1割下げると年間で150万円、給料減ります。でもこれはたかだか150万円と見るか、そういう姿勢を職員の皆さんや市民の皆さんに示すことが大切なんですね。額じゃないと私は思ってます。職員の皆さんも俺ら給料どんどん上がって下がってんのに特別職は下げねえんだよなって言ってる人がいました。これが本音です。会社で言えば社長が毎日ゴルフに行って遊んでばっかりいて高い給料取ってたら従業員さんはやる気が出るかどうかっていう話ですよね。そういうとこです。まずは自ら反応します。財政力が落ちたらまた下げる。一番高い給料は福島の須賀川市長が100万円です。195の自治体の中でね、一番安いのは東京の小平市長の43万5千円です。42万だったかな。で小平市は財政力が 0.2 か3でものすごく大変なんですね。大変なところは低い、ゆとりがあるところは高い、日光市は真ん中だから1割高いというのが私の見方です。そういう、細かい話かもしれませんけども、しっかりとお金を稼ぐ大変さを知っている人は多分使い方も丁寧にできると思いますし、広く皆さんの意見を聞きながら今の日光市民の皆さんで幸せになっていくにはどういう施策が必要なのか、どういうことをやっていけば市民の皆さんが納得してもらえるのか、どういう施策を展開していけば今の子どもたちがお母さんお父さんになる頃に笑顔で過ごせる日光市民でいるのか、そこを職員の皆さんと知恵を出し合い意見をぶつけ合いながら作っていきたいというのが基本的な私の考えです。そういう意味の民の風、縁結びプロジェクトで縁結び課というのを作ろうと思ってますけど、縁結び課長は市民の皆さんから公募しようと思ってます。我こそはと思う方はぜひ手を挙げて公募してみてください。ただこの場合講演会に入ってるか入ってないかは選択の基準にはなりませんので、そこはご容赦ください。一般 の課長さんにお願いすると650万円です。大変申し訳ない、条例で1日1等8000円ぐらいで引き受けていただいて、そこに若い職員の方を一緒についていただきたい。10人の職員の皆さんの集団の中に1人民間人が入っていくことでその職場の空気は一転しますね。おそらくそう思います。今日のような雪の対策をやってくれている職員の皆さんもいます。もしそこに、地元の建設会社の OB の方が1人いると、またそこに幅ができますね。いろんな条例を整備すれば任期付きで専門的な知識を持っている人を役所の中に入ってもらうという仕組みはあります。私一人では動かせないものも、そういう市民の皆さんにどんどん役所に入ってもらって、民間の知恵を生かして活性化をしたまず役所を作る、それが福祉や教育や産業全てのことに必ずプラスに働くように向けていきたいと思っています。
その次に肉講師に今一番大切なのはしっかりと働く場所を作るということです。雇用の場をしっかり作る。職場がないからどん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 都会に出てって人口が出てってしまう。さあそれをどうやって食い止めるかということを考えると、しっかりと企業、日光で起業する、企てるじゃなくて起こすですね、日光で起業する皆さんをサポートしていく、まあ、折しも国も県もこの創業支援というのに一気に力を入れてまいります。市がしっかり情報を提供しながら、例えばビジネススクールみたいな学校を市が直営で開いてですね、これから会社を起こそうとしている皆さんをバックアップしています。それから国も県もコンペ方式で優秀なところにはお金を出しますよというのは、まあ、昔マネーの虎でしたっけ、そんなテレビ番組がありましたけども、そういうことを県はやってみたいです、まあ、市としてできることは何か、しっかりと日光で起業する応援をできるような仕組みを作りたいと思います。とにかく皆さんが働く場所を作る、まあ、これは若い人だけではなくて、ここにいる皆さん、シルバー世代の皆さんも、私この会社をこういう会社を作りたいんだというようになれば、そこの学校に来て勉強していただくというのもいいと思います。とにかく日光で創業していく人を、人材を育てる。今の日光に必要なのは姿勢をしっかり改革していく、それから働く場所を作ることが一番だと思います。それが私が言っているこの強い日光というのはそういうことです。強くなければ優しくなれません。どんなに福祉や教育にお金をばらめても、結果的にそこをやられているといつかは続かなくなっちゃうんです。まずは今の日光はとにかく強くなければ優しくなれません。強い日光を作るという気概で、その中にもリーフレットの中にも書きました、3期12年は死に物狂いで、皆さんに、お約束するのしますけども、まあ、ゴルフはシーズンに1回ぐらいにして、死に物狂いで、市民の幸せを求めて、私は走り抜いてまいりたいと思っています。まあ、15年20年経った時に、あの時の大島姿勢があったから今の日光姿勢はあるなというふうに言ってもらえるように、もしくは思ってもらえるように、そういう政治を行政運営をしてまいりたいというふうに思っています。まあ、さはさりながら市会議員からの挑戦であります。ものすごく巨大な組織と巨大な世の中の力学と戦っていかなくてはならないところもあります。政党の推薦もいただきません。諸団体の推薦も私はございません。皆さん個人個人が私の有力な推薦者であります。どうか皆さんのそれこそ民の力で民の風が起こせるように、残り50日57日になりますけども、最後までご支援のほどよろしくお願いをしたいと思います。今日この場で皆さんのお立ち会いのもと、この事務所が対処できたことを非常に嬉しく思っています。残り57日間全力で走り抜きますので、どうぞご支援をよろしくお願いを申し上げます。今日はどうもありがとうございました。